ハワード・ケイ・スミス最初のテレビによるアメリカ合衆国大統領選挙討論会ケネディ対ニクソン・ハワード・ケイ・スミスはアメリカ合衆国のジャーナリストでラジオ記者テレビのニュースキャスターとして活躍したハワード・ケイ・スミスは1914年ルイジアナ州生まれニューオーリンズのトゥレーン大学でドイツ語とジャーナリズムを専攻し1936年に両専攻の学士号を取得した 1939年、ローズ小学制度でイギリスのマートン大学を卒業。大学卒業後に地元の新聞社で働き、次に UPI 通信社、ニューヨークタイムズのロンドン駐在員を務めた。ドイツ・ベルリンに行き、ベルヒテスガーデンでアドルフ・ヒットラーとその部下のハインリッヒ・ヒムラーなどのインタビューに成功した。この間、CBS のエドワード・アル・マローに会い、 スミスはマローボーイズと呼ばれた CBS の記者たちの一人となった。戦後、ヨーロッパを広く取材してヨーロッパの現状を出版したりした。1960年には最初のテレビによるアメリカ合衆国大統領選挙討論会ケネディ対ニクソンで司会を務めた。1961年、バーミンガムでの公民権運動の報道をめぐって意見が対立して、 CBS を辞任した。スミスは1962-1979年 ABC へ移り、移動当初 ABC はビッグスリーネットワークでは CBS、NBC とは遥かに引き離された存在だった。1969年からはフランク・レノルズと次にハリー・リーズナートで ABC ワールド・ニューストゥナイトの共同ニュースキャスターを務めた。この間 ABC は ウォーターゲート事件で三大ネットワークでは初めてリチャード・ニクソン大統領の辞任を要求したりした。スミスは1975年にリーズナーがその1年後にバーバラ・ウォルターズが単独でニュースキャスターに代わるまで続け、その後退職まで記者として ABC に泊まった。ありがとうございます。